ロス君海外に行きまくってるけどえっ、ー、と「密売みたいな危ない目に遭ったことありますか?」。ないんですよね僕危ない目ってあのねあの無一文になったことあるんですけど自分で勝手に危ない目に遭う危ない状況に陥るみたいな <laughs> そう自分で自爆することはあるんですけどねなんかこうなんかひったくりになんか捉えたとかねうんなんかこうなんだろうなうーん。 なんか殴られたとかないんですよ。うんうん、まあ白クにねあの乗ってねそれもまあ無一文なった時なんですけどね。うん、無一文ななって、まあ、それは動画 YouTube 始める前の話なんですけどね。あの だから深圳のね。空港に着いたんですよ。中国の深圳にね。で、あの深圳ンンに本当はね。その飛行機乗る前にバンコクから深センに飛んだんですけどね。そう、バンコクの空港であのー、あれ両替しなきゃいけなかったんですよ。本当はなんですけど、忘れちゃったんですよね。で、その飛行あの？ 中国のお金を持たないままその飛行機乗っちゃったんですよであの中国着いて深圳鮮夜の11時ぐらい着いたのかな、うん、で着いたらねあの両替所が全部閉まっててねあのー、無一文になったんですよね <laughs> お金持ってるのに無一文日本円とタイのお金しか持ってないっていうね状況でで,でなんかこう白宅に乗わざるを得なくなったんですよ日本円で行ってくれるっていう人が現れてねうんでもなんかねあれどれぐらい えーとねまあ深センの空港が中心部までだからだた体中心部にやや近いホテルに泊まったんですよね30キロぐらいかな2 3多分30キロぐらいだと思うんですけど30キロぐらい乗って7000円ぐらいうんうーんじゃあ最初ね9000円払えって時でててね「いやダメ嫌だボウヤオ嫌だ」って言ってね ていうかあの最初五千円って言ったんですよね五千円って言ったのに着いたらあれちょっとちょっとえはっきりした値段忘れたな最初五千円って言ったからまあ五千円は高いけどまあいいやもうあの乗るわって言って中国の勉強にもなし乗るわって乗ってねで着いたら。 あのねーって言ってね着いたらいきなりねあそこね駐車場止めてたでしょあそこ結構お金かかるんだよねーとかねあとねーとかなんかこうまああの両替するのにね日本円をねあの中国じ人民元にかあの両替するのにまたこう手数料かかるでしょとかねそれいろ,いろいろかかるからねちょっと8,000円でお願いできるかなっていう時いや何言ってねほらやっぱり言いした」みたいなねほら <laughs> やっぱり君怪しいって言ってね、まあ、乗,ったの乗ったのも悪いんですけどねていうかあの両替忘れたのが悪いんですけど「ダメ5,000円って言ったでしょ」って言って「うんでもじゃあダメ8,0008,000円」って言って「ダメ絶対8,000円」って言って「うんいや5,000円って言ったら5,000円 5,000, 5000円 5,000, 5000円5 0 0 0円8 0 0 0円」ってなってねでね「うんじゃあ分かった6,000円」って言ったらね「うんーじゃあ7,000円にしよう」って言っただからね「うんーじゃあ6500円」 よかった六千五百円だって <laughs> 謎のねあのなんかオークションオークションじゃないなんかそのや,やり取りをしました六千五百円でそれでもめちゃくちゃ高いんですけどね、うん、それぐらいかそれでも全然まあ危ない目にあってないしね、うん、<laughs> しかもあいつ僕あのねあのー、証拠もねあの絶対ねそういうこと言ってくると思ってねあのー だからあのじゃあ5,000円でどうだって言ってきたからね5,000円とかまあな何十元忘れて5,000円って言ってきたからねよしじゃあのえっ、ー、とねその中、えー、と5,000円ってね中国語でウーチェンえんかなんかなと思うんですけどまあ僕外国人じゃないですかねだから「ん?」って今何て言ったって,ってあの書いて」って言ってね「あの5,000円」って書かせてそれ持ってるんですよ。ね、こ,こ,これ書いたでしょ って言っても「いやちょでもちょっとね駐車場でかかるからね」とか言ってね <laughs> <laughs>、うん、まあそれぐらいでもそれは別にねうん。 しかも最初ねあの違うホテルの前全然関係ないホテルの前に泊まってね着いたよとか言ってきたしねでも僕の,あの GPS はねあの携帯ねネット繋がらなくても GPS は分かるからねずっとね見てたんですよち,ょちゃんとこいつあ行くかなと思ってねでねあのやっぱり違うところに泊まったんですよ着いたよって「違うじゃあ武士を宇宙在で頂点」って言ってねここ僕が泊まるホテルじゃないって言って。 うん、ここだよって違うって,ってあの地下鉄のね駅があったんですよそこにね。できたら違うダーシンって名前だったかな。じゃあ不是あなん南山ってとこに泊まったんですよね。じゃあブシ南山。じゃあ私ダーシン。我知道ににぴんおぴんらん。って言ってあの嘘つきって言って。<laughs> 君嘘ついてるの知ってるんだからね。はい。 「帰っちゃう」って「帰チちゃう」ってあのなんか車を運転するって意味なんですけど「早くはいま出発して」って言って「<laughs> ここじゃないの知ってるから」って言って「<laughs> 落ちゅ<た> <laughs> うたん!」っていう話だけあります。